どうも、太陽系の皆さん、どうも、こんばんは、お疲れ様です。今日は、11月の、24日でした。ゆうべね、ちょっと外で、消防団の集まりがあったりして、これ、ね、外飲みもして、ほとんど自腹なんだけど、酔っ払ってね、ゆうべなんか変な配信したみたいなんだけど、今朝二日酔いでね、大変でした。結構辛かったです。ゆうべはね、なんか、人の名前とか出しちゃった動画があったみたいで、これ名前とか出すとね、良くないと思って消しちゃいました。すみませんでした。今夜もね、今朝は二日酔いだったけどね、朝から桃の木のね、抜根作業、もう役目を終えた桃の木の抜根って言って、根っこをこぐ作業、そして植え付け、植え付け作業とかね、人に手伝ってもらいながら、やってました。それでね、今日はね、ジャリンコチビちゃんがくれたのどぐろの甘味噌、これ今までちょっと自慢になっちゃいけないなと思って載せてなかったんだけど、ご飯にね、乗せて食べながらね、また晩酌してるところです。この後ね、僕なんかまた飲み直しで焼酎のお湯割りにしようかなと思って、まだ、ね、ビール飲んでるんです。この世の中ね、もっと楽しい世の中になっていったらいいなと思ってね、最近いろいろ考えますね。明日もね、頑張りましょうね、みんなで。本日はお疲れ様。僕、学生時代のことも思い出してね、学生時代、寝癖とかがひどくて、髪の毛がぴょんぴょん跳ねちゃってね、困った時に、お風呂上がりとかシャワーの後にね、手ぬぐいをこう巻けばね、落ち着くかなと思って、それ昔やってたことを、思い出して、最近やるようになったんですよ。これ豆絞りっていう手ぬぐいですね、柄の。豆も絞りっていう。これもう、10本以上あるんだけどね、毎年1本ずつもらって、地元のお祭りで。こういうふうにやると、寝癖が抑えられていいですね。じゃあ、また明日に向けてね、頑張りましょう。お疲れ様です。